ステーション。メガネが曇る。伊達のいろり焼きクラフト。ロバタ焼きのおすすめ、カマスとスルメイカのホイル焼きと三元丼の串がおすすめだって。カジキとデブイワシとアスパラは完売。ピンク、ピンク、お酒、焼酎、酎ハイ。贅沢食べたし、ただ主役のアンキもすごいね。セリ鍋美味しいよね。まだ地霊が降りてないよ。ハムカツから揚げ物のいろいろお野菜いろり焼き、大ジョッキと中ジョッキ、乾杯。本日のお通し、宮城のお野菜たち、鶏豆腐、これ一つずつなんだけど、これに人参の天ぷらも作ったって。いただきます。豆腐、これ味しみてて美味しい。ハッピー。へそ大根って言ったね、これ。味噌をつけて、いただきます。パリッパリ。うまっ。美味しそうな親方盛り。粒がいい。マグロ、タコ、何だった？マチ？ブリ？スズキ？イカ？全部これも宮城の取れたやつだって。どうしようかな。イカからいただきます。いただきます。うん、甘い。わさびが効く。つぶがいって私食べたことないかも。コリコリ。サザエよりかは柔らかい。おいしい。三元豚の味噌漬け焼き、いただきます。あ、こ、うん、次の天ぷら来た。めちゃくちゃ美味しい。これ程よい味噌加減、しょっぱくなくてね、豚の甘みがよくわかる感じ。
天空寺特別純米土産の酒とっくりでいただいてありました。従業員さんの声で私の声がかき消される。とっくり選べます。おチョコおチョコ選べます。手弱か。あーおっとっとっと、いただきます。水みたいにいけるかも。キレッキレですわ。こんなの家にあったら、本当に夜中まで語り合っちゃう。そうなの。何でもやりちゃう。はい、カキのキルタマキでーす。ありがとうございます。ありがとう。暑いよね。あ、これかどう？めちゃくちゃ美味しい。豚の甘みと牡蠣の甘みがキュンってめちゃくちゃ美味しい。これ絶対食べなきゃダメなやつ。宮城名物板そば。いただきます。こっちがなんか平凡ダンス。